平野紫仕様、ルイ・ヴィトン・香港賞参加。持ちようの大陸進出指導。11月29日、元キングプリンスへのメンバーであり、ナンバー・アイの平野仕様さんが、香港で行われるルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッション賞に参加することを自身のインスタグラムで報告し、ファンを喜ばせました。 これは平野市洋さんが海外での活動を本格化させる重要な一歩となります。香港の夜景との共演。平野さんはアベニュー・オブ・スターズで行われるこの特別なイベントに招待され、自身のインスタグラムにはビトンの赤いバッグを手に香港の夜景をバッグにした写真を公開しました。この投稿に対してファンからは歓喜のコメントが殺到し、 香港の夜景に負けないくらい輝いてる、絶景すぎるだろ、といった声が SNS 上で広がりました。ファッション誌、エルジャパンの影響。平野さんは、ファッション誌、エルジャパンの特集でビートンのコーディネートを披露しており、これが今回の正体につながった可能性があります。すでに日本国内で知名度を築いている平野さんが、国際的なファッションイベントに参加することで、 海外進出の一翼を担うことが期待されます。平野さんは海外進出を目標にしてきましたがまた一つ目標に近づいている感じがしますね、と女性編集者がコメント。この動きは平野さんが個人としてだけでなく日本のエンターテイメント業界全体においても注目を集めていることを示唆しています。中国での人気と持ち王の称号。 ヒラノシさんは中国でも非常に人気があり、中国最大の SNS である美白、カメではその知名度の高さが伺えます。11月29日に行われたプレフォールメンズファッションショーのゲストアンケートでは、ヒラノさんが7251票を獲得し2位に輝きました。これは中国のアイドルグループである NEXT や時代少年団、 d n, d などを抑え、その人気の高さを証明しています。女性編集者は、平野さんは中国で一定の知名度があり、中国のアイドルファン用語に餅というワードがありますが、平野さんはそこから発展して、餅餅ちちや餅うといった称号で親しまれていますね、と語ります。 この称号は、平野さんがファンとのコミュニケーションを大切にし、その夢を実現してきたことを示しています。平野の中国進出と期待される未来。中国では、がベという言葉があり、これは、死のアイドルが仕事をゲットすることを指す言葉です。平野志耀さんは、これまでの実績から、もちもち、や、もちよう。 と呼ばれ、実際にその夢を叶えてきたことが注目されています。また、中国語での発音とネットスラングを組み合わせた、PG という呼び名も広まっており、その存在感を示しています。女性編集者は、K-POP アーティストは日本で人気を固めた後、東南アジアからアメリカや世界市場を目指すことが一般的です。そして中国も非常に重要な市場です。 平野さんとナンバーアイが世界進出を果たすためには、中国での成功が鍵となります。中国の人口は14億2570万人で、特に1995年から2009年生まれの Z 世代の人口は2億6000万人を超えています。と、述べ平野さんが香港のイベントに招かれたことが大きな一歩であると強調しています。 滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、に合流してからわずか5ヶ月で大陸進出を果たした平野志耀さん。これまでの快進撃はまだ止まらず、今後ますます国際的なステージでその活躍が期待されます。中国のファンとの交流を通じて、平野さんが、持ちよう、と呼ばれるようになった背景には、彼の真摯な姿勢とその実績があります。 これからの動向がますます注目される中、平野志耀さんの成功が日本のエンターテイメント業界に新たな扉を開くことでしょう。